ソルタムシステムズは、イスラエル北部地区の工業都市ヨクネアムに拠点を置く、軍事、防衛関連企業である。イスラエル独立直後の1950年に、設立され、榴弾砲、迫撃砲、自走砲、砲弾などの開発及び製造を行っている。これらの火砲や付随するシステムは、母国のイスラエル国防軍で運用されるだけでなく、 アメリカ合衆国をはじめとする他のナトー加盟国など友好国にも多く輸出されている。ソルタムシステムズは1950年にポーランド生まれのユダヤ人シュルモザブドウィッツによってイスラエル軍向けに家宝を製造するメーカーとして設立された。ザブドウィッツは1914年生まれで第二次世界大戦時には家族と共に アウシュビッツ強制収容所に収容されており、彼と彼の妻だけが生き延びた。戦後、スウェーデン経由でフィンランドに移住したザブドウィッツは、フィンランドの重機会、メーカータンペラ社の協力を得て、タンペラ社製の火砲をライセンス生産する子会社として、ソルタムを設立した。以来ソルタムシステムズは、タンペラ社製の迫撃砲や、榴弾砲のライセンス生産や改良版の開発の、 他、これらの火砲を旧式化した戦車などの車体に搭載した各種自走砲の開発なども言っている。2010年10月にソルタムシステムズは同じイスラエルの軍事企業であるエルビットシステムズの子会社となった。ありがとうございます。